生する事故も最後となりました。どういった事故かといいますと、まずここにはショッピングセンターなどの駐車場があると想定してください。そしてこの赤いコーンとコーンの間が駐車場への入り口です。そして左から乗用車、右からはトラックが直進してくるこの状況で、乗用車はどうやら右折をしてこの駐車場に入りたいようです。でそれに気づいたトラックの運転、車を止めてお先にどうぞと道を譲ってくれました。さあ、このような状態で事故は起きてしまうんですね。一体どうすればこの事故を防げるのか、皆さんしっかり考えながら見ていてください。では中央の乗用車とトラックに注目してください。それではお願いします。さあ、乗用車とトラックが行きました。はい、乗用車は右に行くかとかして譲ってくれたのでありますが、あ、危ない、大丈夫ですか。さあ、こちらもね、激しくぶつかってしまいましたが大丈夫でしょうか。はい、大丈夫だったようです。乗用車からはトラックの陰で自転車が見えていなかったためにこの事故は起きてしまったんですね。怖いですよ。自転車は車両ですので、前の車が止まったときは何かあるのかなと止まるようにすればよかったです。でこの事故は産休事故というんですが、この産休事故を防ぐには自転車に乗っている人が状況を予測することがとても大切です。この事故で言えば、自転車はトラックが止まった時点で何かしらあることを予測して一時停止をして状況を確認する必要があったんですね。